次回の内容さん、2円いただきました。ありがとうございます。2円、おー、ありがとうございます。全員おはにちゃんが大阪にいるって。いや別に、まあ、おはにちゃんとはセックスしたの。いやそんな話がいいじゃないですか。いいから言えよ。いやいやまあ今はいい、今だったらいいだろ。やったのかやってないのか。いや俺言ったことあるけどな。どっちで。え、でやってたら親指立てろ、やってなかったら親指伏せろ。あっそうだ。おい、これあれね、生々しい。いやそれはもういいよ、完全にタケノコニョッキだよ。いやチニョッキしてたよ。ニョッキ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 。お前モテるんだな。まあそこそこですかね。えぇ、ー、えぇ、ー、嘘でしょ。2円返して。なんで2円返して。なんだよ、マイナス2円を返してもらわないとはダメだと思う。お前あの子供善逸の子っていうことはない。ふざけんなよ。違う、ない違うわ。善逸の子っていう可能性は違うない。善逸の子の可能性は俺だけど、善逸の写真持ってるの。善逸が DNA 鑑定の写真持ってる。弁護士と写ってる写真俺持ってるから。どんだけ持ってんだよ。あ、これはすぐ保存しないでと思った。多分すぐなくなっちゃう。持ってる。おはにちゃん運転してきた。おはにちゃんだけど離婚したんでしょ。知らない。いや知らない。正直どっちがいいの。何がどっちがいいの。何かって何がって分かるよ。いやスケロクちゃんだよ今。ニヤッとしたよ。スケロクちゃん、スケロクちゃん見てますか。なんでこんな質問するの。ニヤッとしましたよ。スケロクちゃんのニヤッとしましたよ。違う、完全に黒ですよ。いやスケロクちゃんに決まってるじゃん。何言ってる。そうなの。確信犯です。あんなにおっぱいもでかいのに。いやおっぱいだけじゃないですから。何もでかいの。やっぱ人間はクリトリスとか。そういうことじゃない。そういうこと言ってるじゃない。おっぱいだけじゃないじゃん人間は。いやスケロクちゃんは何がでかいの。態度か。いや態度がでかいって。いやスケロクちゃん、スケロクちゃん見てますか今。ね、スケロクちゃんの何がでかいって聞いたら、態度がでかいって言ってました。スケロクちゃんは心が大きい。見てる、心が。見てる、見てると思う。見てる。こんな俺を絶対見てると思う。こんな俺を受け止めてくれる。受け止めてくれてる。心が大きい。もう結婚したら。結婚したい。いや結婚したいけど、そんな簡単にできないじゃん。結婚簡単にしたらええ。サンゴちゃん、楽しい。だって紙に書いて、楽しいですね。あの保証人みたいなのは俺が、俺書くわ。なんで伊藤祐希って。あの、完全に酔ってくると、俺目がなくなるからね。もうニコニコしてるから、ね、ずっと笑ってるから俺。なんかお前プレゼントとか使われたら黙ってても喋っててもずっとニコニコしてるから。プレゼント酔わせてください。プレゼント、善逸、うん、ここで弁護士つけてて、何でも一番クズだよ。だって弁護士までつけて疑ったんだから。ないで、いや弁護士はつけてないよ俺。何なの、あのおっさん何。元なんじゃない。元々こうやってこうやって紙持って隣に。あれ DNA 鑑定士なの。鑑定士。まあいいよもうそちょっと。いやらしいな。いやスケロクちゃん携帯に何もして俺知らないんだけど。絶対嘘でしょ。俺1台しか見たことないよ。何も言わない。何も言わない。いやちょっと待ってよ。いや2台持ちだったらスケロクちゃん2台持ち。俺に隠し事してるよ。アナフィラキーショック起き始めたわ。アナフィラキーショック。いや、2台持ちだったら隠し持ちよ。3台持ちらしいです。ちょ、兄さんが2台持ちっぽいことを言ってるよ。電車。私はもう全然。お前まさか女の携帯まで見てんじゃねえだろ。いや、見てない、そこまでは。見た方がいいよ。マルコさんのことが最近気になりますとか送ってるとか。よっさん、兄さんはまた会ってくれますかとか。私は、あるぞ。
スナちゃんはあのさっき DM 来てもう二度と絡みません。何も知らないです。兄さんは全てを知ってます。全てを知ってるけど何も知らない。二度と絡みませんだって。知らないのは全員一くんだけです。全てを知ってるけど何も知らないです。いいよ、なかなか。マジでマジで明日ガチ切れされるんですよ。前頑張れよ。マジでガチ、マジで鬼連されるけど大丈夫かな。おかげください。やーよ、やーよ、あぶちゃん、あーだよ、はい、違う、ダメダメダメ、あかん、いやいやあかんって、ダメだって。ダメだって、ダメだって。そんなのダメだ、ね、いつまで大阪に今日まで。一応俺は養分持って飲むだけの目的に来たから。あ、ちょっとスナちゃん、なんか伺いたいと思います。スナちゃんは、俺が誘ったんだよ。いや、いいよ。スナちゃんは、なんか、よくわかった。俺が無理くり誘ったんだよ。いいよ、いいよ。なんかさっきから。ブッシュ、わかる。甘いの、こいつ。閲覧どうやって見るか分かった。あかんよね。年長者だよ。え、何歳なんですか。48です。あ、そうなんですか。見えない。あ、まあ、みなちゃんの配信始めた。みなちゃん配信始めた。そうでしょ。だけど全員さんまさに不正だと思うから。いや、知らない、見てないから。全員さんいつか絡めましょう。いや、まあ、また、まあ、もっとあの、りなちゃんとこ行って沸かした方がいい。本当ですか、ありがとうございます。やったもう、家でも外でも一緒に配信乗っからへんって言ってしまう。いや、出ていいよ。だって、りなちゃんは上手に使わないと腐るから。いや、まだ大丈夫。そうよね。腐ってるけど、そうよね。料理の使いで飲むつもりなかったから。勉強しましょう。勉強しましょう。勉強しましょう。どうも。兄さんです。あ、兄さんです。女性配信者、兄さん、マジで兄さんです。かなり持ってるよ、今日も。ありがとうございます。どうも。後ろ手が出るよ。今日は帰るの。俺はちょっともう、いや、お前も飲めよ。いや、違う、俺も帰らないぞ。ヨーマさん、マジで来てくれる？行きますよ。パフーマン、パフーマン、まとばて、まとばて、マフーて、パフー、ちょ、パフパフーマン、まとばてんの1回、まとばてんの、まとばてん、おごってます。そうです、まとばてんの、まとばてん、ねえ、チラシと名刺がないんでね、あれですけども、まとばてん、家行っていいですか？ダメです。お前、だけど、おはにちゃんとセックスか。いや、いいんだよ、エロい。エロかったらちょっと親指下でやってないですよ。何やってね、やってないよ。解散や、やってない。今日は解散や。がっつり言おうか。一層残念だった。あとからおはにのおはに見たってことやな。何言ってるメロンって申し訳ない。何言ってる。赤ちゃんにもらったで来たからね。ここに閲覧流れへんように。どっちやろ、死ね言うといて。わかんないよな。どうやって口説いた。朝まで飲めるんですよ。いや、やったか知らないけど知っとるやろ、お前が。別のこと、前の子供が入ったか入ってねえかって。いや、違う、お家に帰ったか入ってねえか。いや、そうじゃなくて、あの、あ、やば。まあいいや、もういい。あの、まあ俺のリスナーだったからね。リスナーにチンコ入れるんだな。え、リスナーに全然入れたって言ってないだろ。あ、そういうタイプなんだ。いや、入れたって言ってないね。ちなみに中に出したか外かどっちだ。いや、ね、してないよ、そんな。どっちだよ。中かよ。中ない、中じゃない。まあ、コンドームなんかつけねえだろ。いや、つけるときはつけますよ。俺だってつけるのか。つけるときはつけますよ。それお前パンツ履いたままお風呂に入るのと一緒だって。
パンツ履いたままお風呂入るのと。失礼じゃないか。つけちゃうの？つけるんだ。全員つけるの？いや、つけるときはつけるでしょ。いや、俺スケロクちゃんはつけてない。スケロクちゃんはつけてない。スケロクちゃんなんかアニメの見過ぎだから、私のここに出してとか言いそう。言ってない。絶対言いそう。結構中二病なところあるの。何のアニメ。何だってパルパルに DM、LINE 送ってたのが、私の馬ってぐちゃぐちゃにしてくださいとかと送ってたもん。そうなんだ、もう過去ですから。龍河さんね。パルパルがすごい鼻の下伸ばしながらラインさらしてた。怖い龍河さん。私のおまんこをぐちゃ、僕のおまんこをぐちゃぐちゃにしてください。そう、いや過去だから。お前は何て言われたの。俺は言われてないよ。え、いや俺、僕のおまんこをしゃぶってください。そんな言わないよ。おまんこになるの。おまんこだ。まんこじゃないと。おまんこ。いや、そんな上品な言い方だな。いや、おまんこって。いや、俺に。すいません。な、茶碗取ってじゃねえ。お茶碗取ってみたいな感覚だろ。なんだろう。丁寧語やな。おまん、僕のおまんこをいじくり回してください。うずく。何を言ってるんですか、この人。ゆずくん。ビシャッ、ビヤビヤ。善逸くんのおちんぽがホッチーノとかって言うんだね。お前今ニヤってしたよな。言われてない。言われてるだろ。みやべさん。言われてなかったらお前ニヤってしねえだろ。違うな。善逸くんのおちんぽがホッチーですよ。言われてるだろ。なあ、コスプレしながら言われてないけど。あ、両方でも。両方、あ、よろしくお願いします。いやいやいや、おっぱいうちらあるからこれ。ねえ、酔ってないでしょ。酔ってない。いや、酔ってるよ。なんで。あ、でも、あ、まあ、まだ全然、いや、酔ってるとこの人寝ちゃうからね。お、いや、おー、いやいやいや、さ、だっていつも寝るじゃん、だって、だから。いや、だ、いつも寝るもんね。え、ヨゴさん寝るの。ヨゴって言ったら、いや寝ないです。寝るよ。だっていつも寝てる。バリバリですよ。バリバリ人間。バリバリ前飲んだ時はもうちょっと酔っ払ってるんですよ。あ、そうなんですか。わかるよね、お前さ。んちょっと変態だね。いや俺は、ね、いや変態だよ。店員さんは変態だと思う。いや俺は変態だよ。だってこれだなんだ。セックスしてる時にね、ビンタしながら腰振るんだって。あ、やばい。あ、それは性癖やばいやつ。やばいよね。それはケツ？じゃあ顔。顔をビンタするの？ビンタしながら。ビンタ。いや、ビンタしてないよ、それ。やばいよね、ビンタしながら。やばい。いや、好きなの、それは。ケツは腹パン好きなんじゃない？なんで知ってんの？あ、何でもないですよ。なんで知ってんの？何でもないですよ。イエーイ、イエーイ。なんで知ってんの、この兄さん。腹パン好きなんじゃない？知らない、何でも知らない、何でも知らないですよ。腹パンチされるんすか。何でも知らないです、私は何でも知らない。俺がしてやろうか。お、いや、俺にはすんだよ。お俺は、お俺は別にスケログにね。いや、いいよ。いや、何だよ。あれお前ハメ撮りしてるだろ。してないでしょ。スケロクちゃんに行ってみようか。あのさっき言われたけど、いや、エマージョンしてないよ。ムニ行ってみる。じゃあ誰しちゃうんだよ。いや、してないよ。ね、お前エルマルのパンツとか勝手に盗んでて怒られてたよな。もういいじゃないですか、そんなの。なあ、こいつエルマルちゃんのパンツを盗んでた。え、そんなことしてないですか。いや、でも何なんで。おい、じゃあもうそんな過去の勝手にパンツ盗んで、やばい。そうだよ。お茶割り変態やろ。麦お茶割りで。麦お茶。お前パンツ盗んでそれをどうしようとした。今自白しろ。盗んでないよ、パンツなんて。ただこれだけは言っておく、日本には黙秘権という権利があるで、可能な限り喋ってもらいます。喋れないことは黙秘する権利はある。やば。お前は盗んだパンツを何に使おうとした。いや、その前に盗んでないから、パンツな。いや、でもお前は
前はだからそのパンツをどうしようした黙秘してます。できるわけねえだろ。なんでだよ、なんでだよ。なあおめえがよ、やめて、盗んでないよ。盗んだ、え盗んでないよ。危ない危ない危ない、やめてよ。ハメ撮りとかは、ハメ撮りしてない。それで俺ってやばすぎるでしょ。俺本当に嫌だったのが、あの恋の音声も録音してたな。セックスの音声も、もう違う。だからおめえがやってんのは盗撮だよ。だからもう変態野郎、やばこっそり勝手にで。だからもうそれね、エルマさんのことあったから、もうブーちゃんの時も疑われた。ブーちゃんの時やばかったからね、もうそういうことするたびに取らないでねとかめちゃくちゃ言われたからな俺。パンツ盗まないでねとか言われたからめちゃくちゃ。パンツ盗まない、やば。それ盗んでどうするんだ。盗んでないんだけど俺。盗んで食べるんだ。盗んでないんだ。寝る時とか食べるんだろ。動揺してるじゃん。動揺してる、動揺してる。だから俺は盗んでないじゃん。それをどうしてたんだよ。じゃあ今釈明しろよ。いや、なんでだよ、もう NG ワード、盗撮 NG ワードだぞ。いや、だからそれ変態野郎、盗撮がこいつ NG ワードなんだよ。善逸くん、わかった。おお、金積まれたぞ、どうすんだよ。ああ500円でお前どこまで喋る。いや、俺本当にこの仮想枠配信者の龍河から善逸くんに、ちょっと待って、その500円でどこまで喋んだよ。いや、どこまでって、俺盗んでないよ。盗んだパンツをどうしたんだよ。いや、盗んだパンツはないよ。なあなあ、勝手に盗撮したそのセックスの音声をどうしたんだよ。言ってみろ、素直に。いやいや、吐け。いや、そんなのしてないです。吐けよ。やばい。顔がニコニコなんだけど。してないです。絶対ある。すいません。なんか活動ありますか。活動ないんですよ。活動ねえぞ、お前。活動はない。活動ねえぞ。活動ないんだよ。活動出せば一発で喋るかと思ったけど、活動ねえわ。それないのは売っちゃった。いや、売っちゃった。違う。俺、盗んでないですよ、本当に。パンツ盗んでないです。いくら、どういうつもりなんだ。でもパンツはいいものじゃん。いいもの、いいもの。だコレクションある。パンツはやっぱり魅力的。マニア。やばい、コレクションある。パンツコレクションある。だからパンツの使い道は何なんだよ。いや、パンツはやっぱ思い出だよ。思い出。絶対持ってる。いや、いっぱい持ってる。じゃあ取ってない。持ってない。取ってない。じゃあ持ってないよ。盗んでないけど。じゃあ強引の上で、だそのパンツをどうしようとしたの。いや、知りませんよ、その履くのか。まさかお前全員と履こうとしたのか。パンツ履こうとした。いや、履くわけないでしょ。じゃあ頭にかぶるのか。あ、なんで頭に。絶対匂いは嗅いでると思う。保存してるでしょ、ジップロックに。いや、あ、だけどこの間タバコも袋に詰めてたわ。いや、それでそれと一緒にするなよ。絶対やってる。お前、にゃちゃんのも盗んだのか。盗んでないわ。お前、ヘアスタイル整えてるけどよ。なあ、おめえの言うホルモンってなんだ。ホルモンって何。おい、お前の言うホルモンってなんだ。何ホルモンって。スケログちゃんで言ったらどの部位だ。ブニブニの部分か。お尻かな。お尻。ちょっと、え、いや、スケロクさん言ったね。スケロクさんはお尻がいいだよ。お尻がいい。のデカ尻。叩くのか。デカ尻。いいお尻ね。叩くのか、お尻。あ、お尻入っちゃう。噛んだりとかするお尻。いや、噛まないな。ガジって。ペチペチはするの？それはね、もちろん。叩くの。パンキング、パンキング。すごいな、お前配信会の竹豊かな。配信会の竹豊か。追い込みパチンパチンで。ダービー制するの。いや、それ本人が言ってるんだね。叩かれな。ダービー制するの。次の凱旋門賞どうなんですか。意気込みは何が。ねえ、意気込みはどうですか。4コーナー過ぎたあたりからもうパンパン行くんですか。ちょっと追い込みます。やっぱり追い込みするんだ。やば。
調教よし、調教よし、調教 S S。お前は本当に変態だよこいつ。ダービー木下、ジョッキーだからこいつ、ジョッキーなあ。竹大輔だよ、竹大輔。竹大輔。竹大輔。なあ、あの差し馬だから、差し馬。追い込みでね、追い込みで最後やば後ろの方につけてるから、4コーナーからの逃げ馬じゃないから、後ろにつけてて最後4コーナー曲がったバシ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 言うてやば、4コーナーいいから、俺から言ったんじゃないからね、ケツ叩いたのは、強い、すごいよ、ケツ叩いたのは俺から言ったんじゃない、スケロクシャが言ってたんだよ、叩かれてる、ドウデュースだよ、ドウデュース、かわいい3杯目だよ、お前すげえな、スケロープスケロープって書いてスケロープ、え、ちなみに毛は生えてるの、生えてないの、いや、それはプライベートだからな、じゃあモサモサはする、いや、俺ね、毛ないの嫌いなんだよ、逆に、あー、じゃあ毛が生えてるってことは芝だわ、あ芝、あ芝、芝だわ、芝、完全にダートじゃないわ、芝だわ、完全に2400が弱いんだね完全に芝の1600だわ、1600で1600 4コーナーからの追い込みで芝だわ、何言ってんだよ、ね、芝、やや重、やや重、やや重、濡れやすい、やばい、濡れやすい、濡れやすい、ちょっと、どうだ、何言ってる、やや重、やや重、ちょっと待って、ちょっと、いや、ちょっと、重ままか、重まま、おこ、もう絶対さ、ボスにそそるよね、いや、かわいいんでしょ、絶対こういうの、芝の1600、重まま、重まま、で、ババ悪い方が発信で得意だから、得意得意得意、うまいな、お前ダートじゃなかった、このババの芝1600、芝1600、なんで変態なの、暴れてる暴れてる、かわいいよね、やっぱりね、すごいね、これで母性そそるんだろうね、やっぱりね、かわいい、そそるやろ、うるさいって言ってきてって言われたんで、お前いい男だよ、いや、だこんだけ言っていい男なの、変態アピールされて、こんだけ変態アピールされていい男だよって、どのタイミングでムチ叩くの、全然、え、どのタイミング、うん、まあやっぱり最後の直線、はい、最後の直線、4コーナーからのもうゴールまでの最後の、え、ちなみに垂れない、ゴールまで走っていく、垂れないのか、え、垂れないどうどうなん、いや、さ、え、最後は垂れるのか垂れないのか、ちゃんとそのまま伸びていくのか伸びるね、伸びる、伸びるな何言ってんのマジかよ、伸びるって最後まで伸びていくタイプだわ、強いわ、完全に強い馬だわ、それはいい馬だね、マジかよ、それは乗りたくなるよ、強いな、ゼイツ最後の直線だよね、やっぱね、はい、4コーナー曲がったあたりから叩いて伸びてくる、おお、ディープインパクトみたいだけど、ほら羽の生えたように最後は駆け抜けてる、ゴール前甲高いのいや、競馬の話だから、ナイスナイス、系統は父、パルパル、父の父、ヨッサンとか、そうなんだよ、系統で言ったら、血統か、眠くなってきた？いや全然いけるよ。で全員でチンチンも課金してんだよ。あ？何？チンチン課金。やば。20万円。事実が発覚しました。
いや、事実これはもう暴露、暴露、暴露みんな知ってること？まあ、みんな知ってますけど。え？すごいね。ちんちんすごいね。すごいね。あれやだ。すごいねって見た。なんか試したことないのに、何言ってる？あ、兄さんに出してきた。やだよ、なんでだよ。いや、いや、いや、俺、いや、違う。スケロクちゃんにちょっと待って。ぶち切れますよ。いや、俺、戦闘状態じゃないから。戦闘状態にしてよ。いや、やだよ。なんで？え、いいんですか？チンコに課金？ダメよ。ビールがもう飛び散っとるもん。めちゃくちゃ動揺して。スケルプちゃんにめちゃくちゃ怒られる。それは怒られる。もうお前その辺の男性はチンチンに課金してないんだよ。まあ課金してないの。意識って私はいいよ。意識が低い。意識低い。俺もなんかあのカリとかにヒアルロン酸とか入れる。何してやろうかな。入れな。私は全然いいけど。すごいんだよ。え、そうなの？ゴロゴロして。え、試したい。え、だけど、あの、長くできるんでしょ？ゼイズも長いんだよ。長いの？24センチ。え？いや、それなんでだよ。なんでだよ。だよ。カンズの、なんで知ってんだよ。裾からちょっとはみ出る。え、マジで？パンツの裾がこれだ。それは犯罪レベル、犯罪レベル。やばいやばい。それは馬並みだよ。馬ないよ。馬つながりだよ。すごいんだって。そんなないよ。それはやばいわ。馬並みなのね。だってパンツに収まんない。いや、だから全員でパンツに収まる時、もう蛇がとぐろを巻く。やだ。はみ出てくる。24はすごいよ。くれえ愛人だよ。いや俺別に長くすごいんだよ。長さだけじゃない。いや違う、太さもすごい。まさにまさに、もうこれは試してみたい。長ければいいってことない。みんな試してみたいんじゃない。すごい、それは食べてみたい。こう折ってるっていうか、善逸は丸めまっすぐにするとこうズボンの裾があったらこう出てくるんで、この辺まで。何言ってんだよ、これ。ここでこうくるーっと、ちょっとやばい。やばい、やばい。通常時って、ね、あの、ふにゃふにゃしとるから、くるーっとしとる。何言ってんの？垂れたおっぱい、垂れ縮みたいにこう、ま、巻いて。コラボしますよ、コラボ。いやいや、なんで？それ聞いた後嫌だよ。おかしいなぁ。すごいな。横チン、ね、横チンってこと？ねえ、もう、コラボしかないよ。横チンってことだよ。横チン？太さもこんななんだよ。やば。ひどいの？なんで知ってるような言うんだよ。なんで全部知ってるように言うんだよ。結構太いよ。結構太いよってなんで知ってんだよ。もうそんなんさ、死ぬ時にさ、いやもうそれはね、くるくる巻くしかないじゃん。やばいやばいやばい。それはもう新世界でコラボするしかない。パンツの裾がこれぐらいはみ出るんだよ。新世界でコラボしましょう。何？新世界でコラボ。おいて。はい。そしてありがとう。こいつ。なあ、お前さ、なあ、落ち着けそろそろ。何欲しい？いや、まだまだいいよ。俺何も言ってないよ。今いくつだっけ？全然34っすね。全然まだいいよ。しかもこいつ下反りタイプ。え？こういうタイプだから、なんで知ってんだよ。なんで、なんで分かったように言うんだよ。下反りタイプ、こういうタイプ、珍しいタイプ。俺がこういうタイプだね。いや、俺の下反りタイプの、もうあれだね、 FC2 デビューだね。あ、FG2 もこいつ出てんだよ。出てるの？どういうこと？やばいやん。どういうことだよ。出てるんや。どういうこと？やばいやば。どういうこと？あー、マックスコーヒーな。あの甘いな、コーヒーな。顔出さなくていいじゃん。オレンジ色の。24センチあったら。長すぎて。で、あの、この間ブーちゃんに電話したら、ブーちゃんが言ってた。善逸は、あの、セックスしてる時の目がエロいっつってた。ずっと私のものを見てくる。どんな目？どんな目？どんな目？ V をずっと見てるらしい。え？こいつずっと V をずっと見てるらしい。いや、ブーちゃんがそんなこと言ってないだって。もう、いやいや、ゼロワンのセックス。うわ、もう超変態、超変態。どんな目？どんな目？もう超変態。どんな目？なマジ変態やん。なんでそんな嘘つくの？嘘やないって。ブーちゃんに電話したの聞いたもんで。ブイって何？ブーちゃん、あ、お前おっぱいかバンコずっと見てんの？見てんな。変態。変態野郎がよ。ブーちゃんが言ってんだ。ブーちゃん嘘つくわけねえだろ。なあ、ブーちゃんが嘘つくのか？いやー、つかないね。つかねえ、おめえの嘘だろうが、じゃあ。
変態野郎がよ。いや、わからんね。わかるだろ、どこにターゲット決めてんだよ。いやいやいや、この野郎ちょっと飲みが足りないんじゃない。いや、もう足りてます。ちょっと二人とも飲みが足りないんじゃない。足りてます。何変態野郎がよ。何に対して過ごしたの。足りてます。案件が分かんない。案件が、なんで俺がそんな変態ないイメージを持たされる。ちなみに変態なイメージを、何か一つでも一生懸命になれることがあるっていうのは素晴らしいことよ。ね、ごめんね、電気消し初見なのに。いやいや、全然いいよ。通報したらいいけど。スケロクちゃん45分前にアマゾンギフトもらったのをツイートしてるわ。いいじゃん。マルコさん、ありがとうございます。一回冷静になって善逸と話します。マルコさん大好き。案件が分かんない。え、何に対して案件。本当だ、書いてるよ。大好きって何。ちょっと待って、案件が分かんない。お前もお前の女も1万円です。左右差するようなやつなんだよ。何の案件。そこをでも善逸くんが大好きっていう言わせるぐらいな感じにしないとね。違う、1万円でこいつもスケロクも何でも言うこと聞くんだよ。だったら俺1万円払って配信で足の裏スケロクに舐めさせる。なんだよこれ。1万円で払わなかったら2万円払ってもいい。どういうことだよ。惨めな思いさせてやるわ。で俺の足の裏舐めてね、おまんこがうずきますって言わせてやる。何やってんの。森友いつ来るんだよ。今日は酒飲んでたら出られへん。変態野郎がよ。変態、もう変態しかいない。変態野郎がよ。まあ人間はやっぱでも性に性に、強欲じゃないといけない。性に。だからお前よっさんとセックスするんだろう。いや違う、ハルバルとかやばいでしょ。データでよっさんがエッチしたらダメやでしょ。したの。なあ、え、あの後したんですか。してないです。え、どういうこと。あの日、あの日してないしない。あの日、私が前菜呼んで笑いが秘密。タバコ吸うか。タバコ吸おう。ちょっとタバコ吸うよ。やめろって立てようか。お前50過ぎる。やめろ、43歳。なんで俺が変態なイメージを持たない。風評被害だぜ、本当に。俺が変態だと思われて。ガリちゃんと風評被害だぜ。ガリちゃんと過去の話は、ね、ガリちゃんと通報してましたけど、仲間がいてるから。ガリちゃん。